ないかな。でもまたたまには食欲を刺激する薬は使ってもいいかなと思うけど、毎日使っちゃうと効かなくなっちゃうから、この手の薬はだからまたちょっと間置いてね。でもそれを使わずに食べてくれると嬉しいんですけどね。でも混ぜないでいいですからね、あのデビフ。あ、デビフは、うん、であのドライと、それから5グラムか10グラムぐらいさ、ふやかしたやつもいっぱいお湯で入れてもらえません、うん、お湯で10分ぐらいふやかして、で、水分取って、はい、もしかしたらふやかしたやつ食べるかもしれないです。あ、はい、これはちょっとやったけどなかなか食べなかった、ね、食べなかった。まあじゃあ、あの捨てちゃうのももったいないんで、5グラムぐらいでいいですわ。はい、はい、じゃあこれね。はい、はい、じゃあちょっとすいません、あんこちゃん連れてきて。あのリードもね、ちょっとね、ここにいるとね、いろんな人に反応しないさ。最初はここにでもやっぱりしょんぼりしてたから泣かんかったんだけど、昨日ぐらいからね、あのいろんな人に反応してさ、ワン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 泣くようになったんで、ちょっと場所を変えさせてもらいました。まあだからそういう面では来た時よりはいいんじゃないかなと思うんですけどね。でもまだ本当の元気から思うと6割ってことですね。これでね、肝臓だとね、結構あの春に1回高かったけど元気だったじゃないですか、あの健康診断でね。だから徐々に悪くなどったかもしれないですね、肝機能が、なかなか難しいですね。で、まあ、膵炎の方はまだちょっと結果来てないんで、あの来たらお話しますけど、ちょっと待ってください、ちょっと長引きますってことですね。あ、すいません、ありがとうございます。ちょっと綺麗にしてもらったんですけど、ちょっと夜、はい、あの、はい、まだまだちょっと、ないので、はいはい、一回ちょっとあんこちゃんの顔ちょっとだけ見して、はい、あんこちゃん帰る、怒る、怒っちゃあかんよ、はい、あんこちゃん帰ります。はい、ありがとうございます、はい、すみません。はい、ありがとう、はい、じゃあですね、はい、で明日が日曜日で、ちょっと、はい、10時から、はい、何時だったっけ、ちょっと待って、すいませんね。あ、いいのか。日曜日からした。明日日曜日だよね。だから2時だね。うん、10時に来てもらって、2時まで置いてもらっていいですか。それでその間にちょっとやれる範囲でやりますんで。で、またどんだけ食べたかちょっと、はい、聞いてくださいね。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。